いしますね。恋愛のね話をねやっぱり皆さん聞きたいと。恋愛の話するんですか、はい、どうなんですかね仕事と恋愛どっちが大事なんていうベタな質問が来てるわけですが、でも、はい、仕事を大事にしない恋愛は成り立たないんで、あ仕事です。これねちょっとね、そのメンバーシップ配信とかで話したことあるんだけど、うん、多分俺もう恋愛できないと思ってて、できない。なんで？めっちゃ真剣な話で、うん、別に今の形ですごいこう幸せなのね、うん、ここになんかもう一つ要素を加えるとこのバランス絶対崩壊すると思う。誰かの座るスペースみたいなとこまでも結構そこ寂しいなみたいなこともないんだ。まあ猫座ってるしな、そう。猫がいるとな。こっから何か例えば一目惚れみたいなことがさ、あるかもしれない。起きた時にどうなるかよ。いや一目惚れしないよ。いや女と会わねえ、女と会わねえ。いやわかんないよ、スタッフさんと。女対面 NG。 いや女対面 NG。 まあでも待って、あの一目惚れは別にあるよ、そりゃ。だってそれはこの子可愛いなって思うことがあるね。でも、あの可愛い女別に彼氏いるやん。わざわざ俺がそんな、まあ、猛攻アタックかけなくても別にいるやん。いなかったら私彼氏ないんすよ。そんな話せん俺女と。なんか、ね、変なとこ硬いな。硬いな。リキちゃんはどうなんですか仕事恋愛。仕事と恋愛やっぱり、まあ、さっき金井くんが言った通りのやつがね、うん、なんか、まあ、セオリーとしてあるわけですよね。なんか仕事が犠牲になるほどの恋愛をしてしまうとやっぱり結局その恋愛そのものが成り立たないよねっていう、まあ前提があった上で仕事がはちゃめちゃになるくらいの恋愛ってないよね。彼女の実家に結婚の挨拶をするってなった時に自分をどう紹介します？初めまして。これ持論なんですけど、はい、僕あのそもそも結婚のタイミングで初めて挨拶行くのって良くないな。あ、それは分かります。自分の親にもさ紹介する。もし彼女いて、もうタイミングが合えば、なんだろう、お世話になった方全然紹介していいな。マジか。え、なんで嫌なん？嫌なの。いやいや。なんで？だって別れるかもしれんやん。だから別れたって言えばいいじゃん。いやそんな。いや自分の恋愛事情をそんな親に話す。嫌なんだ。これ人によるかもですね。僕はもう全然親言うの嫌じゃないし、別れたって言うのも嫌じゃない。気まずくもないから。俺はそれあの相手の親御さんに思っちゃうな。一回さ挨拶しといてさ、付き合って何ヶ月でどういう瞬間だって挨拶しといて、じゃあもう結婚するのかな、この謎のやつとって思っちゃうのに、最近あの人どうしてんの、あの髪の毛面白い人って、ああ、あれ別れたってなんだと、ああかわいそうというか、なんか気の毒じゃない、それは相手のご両親が。まあでももうそれはね僕ら関係ないですよ。合わないからもう。なんかその付き合うってもう結婚考えないと付き合わなくないですか。でも絵つける。なんかこの人と結婚できるなんて思わなかったら付き合わないかも、そもそも。ああそう。え、ひどくないだって結婚する気ないのに付き合うの。もちろんそこの視野になる年齢で恋愛してねえからわかんないよ。まあ確かに。なあ、ま、結婚とか。でももう。成人したらずっとじゃないそれは。そうだから成人してから恋愛してねえなって。ああそういうことか。そう確かにそうか。学生時代の恋、いやでも学生時代でも思うよ、将来ずっと付き合って結婚するのかもしんないとか一緒にするのかもしんないとかさ。でも学生時代の頃で言うとそもそも別に終わりなんて考えてないよ。まあそうよね。だから最終的にどうなるかとかじゃなくて別に今好きだなみたいな、分かる。やっぱりそのそういうね思われる可能性があるよね、ね、いずれ結婚するときにさみたいな向こうがびっくりしたりとか、うん、結婚ねとか言ったら、え、結婚するのっつって。あでも今まじまじとまじまじ考えてみたけどやっぱそうかもな。だって時間使うんすよ相手のも自分のも。そうなんだよね。僕の時間ってすごい価値があるものだからから僕にとってね、そうそう、お互いにとって自由時間って恋人できたらもうそっちに行っちゃうから、すごい僕にとって大事な時間なのに、結婚とか考えてないのに付き合うとかは無理っすね。うちらが、うん、あの女やった時に、うん、やっぱライバーと誰と付き合いたいかもしれない。男性ライバーこれらこれで僕かな。あ、僕は僕だな。やっぱね、大切にしてくれそうな人がいいな、ね、というと自分のこと
みんなやっぱ仕事とか忙しい中でやっぱこう時間作ってくれて、僕やね、あの、そう大切にしてくれる僕だ。かなえさんはダメだよ。あ、ダメ。な、どこがダメ。かなえさんゲームあ、そうそう、かわいい。うずこうとか意外とそのタイプなんじゃないかなって思ってる。そう、うずこうも結構自分の好きにやってそうだけどな話聞いてると。嘘、そうかな。うずこようわ、そうじゃないのかな。どうなんだろうな、うずこう恋愛になったら変わんのかな。うずこうなんかあとあれね、あのイブラヒムね、うん、あーイブラヒム、イブラヒム面倒見めっちゃ良さそう。あ、確かに。イブラヒムと付き合いたいな。じゃあ、あ、決まった。早い早い、答え出た。れた先に取っとこうみたいな感じよね。そう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 、言われる前に配慮めっちゃするからな。すごい聞き上手だし話面白いし、言い方上手だね。すげえわがまま言うときに、俺まるまるしたいんだけど、これちょっとわがまますぎか、やるとくかみたいな、いいよって言いたくなっちゃう。あー、わかる。りきちゃんは、あ、せっかくだったらなんかもう思いっきり魔法にかけてほしいような気がするから。あ、もう王子様みたいな人。ボックス。もうボックス色に染まる。ボックス色に染めるかと。あれが世の言うかっこいい俺様。かっこいい俺様。それいいな。じゃあ俺もボックスで。あれ、そうなっちゃった。じゃあ僕は僕で、僕で、僕は僕、僕は僕。女性陣の方はどの男性ライバーが好きですか。終わってくださ い, い答えてください。僕がじゃあいいね。まあ僕かナウシスみたいな。大答えなんで。ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこだしん、にゃんこ、ねむねむにゃんこ。